レボレします。うるせえな。いったぞ沢村、立ったぞ。守れるようになったよな。あそこに飛ぶとは慌てるな。キャップ砲来た。その後はストレートを軸に立て直し、落ち着いたピッチングを見せ、得点を許さず。気持ちいい。さあ続く第2試合、先発川島小野のバッテリー。投手の武器を信じ、シンプルで無駄のないリード。ロングティーの効果出てるんじゃない。木星の感覚も良くなってきたし。俺もあやかりたい。ボールをよく見ろ。ナイスボール。次15球目です。帰ってきた帰ってきた、狼小僧帰ってきた。聞いたぜ奥村、一軍に上がるまで沢村の球は受けません。監督にそう言ったんだって。監督を怒らせて一軍入りも見送られたりしてありえない話じゃないぞ。そういや入学早々監督に盾ついて投手クビになりかけたやつもいたよな。どこのバカですかそいつは。お前だお前俺はレギュラーポジションも奪い取るつもりですよ。へえ、なるほどな。初日から俺のことを敵視するわけだ。面白い。ストライク、バッターアウト。いや、この投手の存在はもう見過ごせないよ。今日は2番の日か。生命線はこのストレート。ここに投げ切れるストレートの精度があってこそ。強い相手と戦うためにピッチングが磨かれていってないか。まだ足りない。もっともっと投げたい。僕もたくさん刺激をもらっているし、これまでの頑張りも見てるから、ああいうピッチャーをチームは求めていたんだろうね。同じです。誰にも負けたくないのは俺も同じですよ。ストライク、バッター。点差はあるとはいえ、1点を失いこのピンチ、しっかり腕振り切ったな。古谷抜きで日の子に圧勝。強い安藤聖堂。ストライク、バッター。ダブルヘッダー1試合で草壁恭平戦の先発は川上。こんなこと俺に言われても嬉しくないだろうけど、本当たくましくなった。ストライク、バッター。俺らの代のエースは文句なくお前だよ。聖堂は24安打21得点。キャプテン美雪が東京代表でチームを離れる前に。これが選抜のメンバーか。選抜のキャプテンは帝都の乾か。残念。いえいえ、気が楽です。イナジスのグラウンドで、しかも鳴宮の球も受けられる。この時期にチームを離れるのは気が引けますが、必ずプラスになるものを持って帰ってきます。ただいま戻りました。大丈夫です。投球2日後でも痛みはないみたいですし、マッサージには通わせますが。それから一軍に合流させる1年のことだ。同室のお前からはどう見る。危なっかしいところはありますが、挨拶や礼儀などはしっかりできています。ついに一軍に来たな。あくまで美雪先輩がチームを離れる間の暫定ですが、大変お待たせしました。そんなに受けたいのか。代表は午後からですか。ああ、授業が終わったらそのまま稲実グラウンドに向かうよ。組むんですか鳴宮さんと。どうかな、帝都の乾もいるし。昨日も沢村の球受けてたんだろ。週末は聖堂でも4試合あるからな。しっかり勉強させてもらえ。すみません、こちらにキャップはいらっしゃいますか。ああ、みゆきくんね。ほら、あそこ。おお、いた。倉持先輩も見送りと激励に来ました。声でけえな。なんか新鮮ですね。3年の教室も。ほら、あれ。みゆき先輩、これ持って行ってください。これさえ持っていけば日米親善もうまくいきますよ。はい、どうぞ。昨日2人で買ってきました。いいな、先輩思いのいい後輩たちじゃん。慕われてるじゃん。たった3日チーム離れるだけなんだけど。小野、ノリ、投手陣のこと頼むな。1年のキャッチャーのことも。みゆき和也の健闘を祈って。だからそういうのやめろって。さすが、ゴミ一つ落ちてない。ようこそマイホームグラウンドへ。
鳴宮乾のバッテリーで2回を無失点、6回からは梅宮みゆきのバッテリー投入。東京選抜か、面白い試みだな。聖堂対決ですよ。落ち着け。やっぱ前よりパワーついてるよな。Looks like they got some decent players. This is it. Now we can play a real game. そんな彼らに対し、我々はどんな野球を見せることが。行くぞ！第2試合スタメンマスクはみゆき。というか、ファースト守る方が緊張したりして、キャッチャー以外で試合出るの初めてかも。打席に立ってみて。マウンドが近くに感じるよ。ツーアウト。ナイスボール。だから外はボールゾーンに投げるくらいでいいかも。むしろ攻めるべきはインコース。わざわざこっちの土俵に上がって戦ってくれてるんだ。ホームアドバンテージを利用しない手はないだろう。悪い男だ。いストライク。ボール。残念、カーブが決まった時点でもう積んでるよ。ストライク。 Take him down, Weed. Such focus in the heat of battle. I see. So that's how Japanese samurai. ほんの少し高めに浮いた球をあそこまで運ぶかよ。味方だと神。でけえ。向こうもピッチャー変えてきたか。この勢い。点差は2点。すげえのいんな。負けてねえと思うけど、不思議な感覚だよな。プレイ。What was this pitcher?球速だけじゃなく沈み方が鋭すぎる。打席からでも見てみて。アメリカチームで最も警戒すべきバット。要はインコースを意識させて仕留めた。Circle change. It broke like crazy. Main Narumiya. My bad? Are you okay? No problem. 大丈夫。何が起きたかわからなかった。気づいたらタッチしていたよ。あの位置でバットが当たるのか。打てるのか、あのピッチャー。山岡。この回から一塁につけ。みゆき、頼めるか。乾はベンチに下げることにした。代わりにみゆきにマスクをかぶってもらう。カズヤ、こうなったからには隠し事なしな。結構ヤバいの揃ってるよ。じゃ俺のサインに首振るなよ。さてさて、お前にうちのキングコントロールできるか。お前はリードに専念しろ。ああ、どんだけ上からなんだよお前ら。なるみよ。すまん。すごいメンツが揃ってるな。こいつら全部お前が集めたのか。悪いけどその話には乗れねえな。こんなすげえメンツが集まるチームなんだろ。いけー。ストライク。ライバルチームの4番でキャプテンがバッテリーを組むなんて。好きだろネジ伏せるの。逃げらんないじゃん。ストライク。バッター。This is some kind of nightmare. そりゃ戸惑うよね。アウト。いいのかよこんなに投げて。ぶっちゃけ左バッターの方がちょろい。仕上がってんな鳴宮芽衣。2点差か。結構スローリー。
まで行った。とりあえず一点一気にか、簡単に言ってくれるよな。引っ張るだけで精一杯かよ。アウト。ま、一点差なんて追いついてるようなもんでしょ。キャッチボールか。頼める。関東大会でも3発。ある意味一番成長しているのはこの男かも。 And also set position. No!Power and power, exchange of skill and skill. さあ、行こうか、決着つけに。メイ、言うべきか迷ったけど、お前癖が出てこっちとしては持ち帰ってもらいたかったんだけどね、お土産として。それって俺のこと心配してくれたの？潰し合いだね。あっぶねえ。マジで言ってよかった。潰し合いだね。だよな、もう始まってんだよな。夏はそういや、沢村は今日は疲れたから早く休むってさっさと出て行ったよな。続投しが試合前にチームを引っ張れって言われてたからな。三振いくつ取ったっけ。途中無双の回あったよな。後半のためにナンバーズを取っておいたんですが、制球が定まらず逆にピンチが広がってしまいました。疲れてくれば当然反動も大きくなる。小さな変化に気づけなかった自分のミスです。どうだった、あいつと組んでみて。改めてイナジツの強さの理由も見せつけられた。打てそうですか。俺が打つ。お前も今日活躍したんだってな。教えてください、もっとナンバーズのこと、沢村先輩のことを。俺が打つ。川島ラスト。ナイスボール。今のいい回転だったな。いい感じだね。やろうか、ガチンコ。全試合でスタメンマスクをみゆきがかぶり、6月15日。今日は打線に粘りが出たんじゃないですか。ずっと育ててきた選手たちでしょう。選手には明日の練習前自分の口から伝えます。6月16日、練習前。なっちゃねえよ。局面を読んでブルペンを温めてくれるし、小野の三塁コーチャーも適任だと。ベンチに入り戦うことを許されるのはたった20人。選ばれなかった3年生にとって。いいぞ沢村。基本的な処理から細やかなプレーまで。ツーアウトランナー1、3塁。俺たちがこのチームの穴になるわけにはいかない。活力からの指先一点豪華水。ナイスボール。これは軽く。先輩、兄から聞いてます。将棋の腕前はチーム1だと。土曜日のダブルヘッダーは古谷と川上、日曜の菊田は金田、九重は沢村で行く。過酷な夏のトーナメントに。ボールフォア。ワンアウト取ったものの8番東山にフォアボール。沢村、あとは俺たちに任せてくれるか。込めときました。沢村先輩、あとはあいつらに任せよう。沢村先輩、ダウン付き合います。このイニングが終わったらな。さあここから。ボールは走ってなかったけど、もっと力になってやりたかった。ランナーは俺が何とかする。ノリはバッターに集中してくれ。俺たちは3年だから。ストライク。覚悟だけはできてる。頭のいいあのキャッチャーならコーナーを広く見せる。やんな。ボール。外の際どいところにたまんねえ。入った。
敗。さすがのキャップ砲、一振りで流れ変えちゃいましたね。ナイスホームラン。